詐欺沼駅は神奈川県川崎市宮前区詐欺沼3丁目にある東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は DT14 駅長所在駅。詐欺沼管内として宮崎台摩プラーザ間を管理している。島式ホーム2面4線を有する地上駅である。ホーム部分は給料を切り崩して作られたため掘り割り構造となっている。 両側の1.4番線は対比線となっており、平日朝ラッシュ時の上り以外は主に、環急接続時に、各駅停車が入線する。その際、急行は2.3番線に入線し、当駅で環急接続をしない確定は主に2.3番線に入線する。平日朝ラッシュの上りでは、準急と各駅停車が交互発着を行う。南隣に、 東京地下鉄詐欺沼建区北隣に東急電鉄長津田建築詐欺沼車庫が隣接するため一部列車は当駅を始発、終着駅としている。溝の口駅から当駅までの複々線化計画がある。駅舎は掘割りを上がった地上部分にあり約2階分の高低差がある。改札口は正面口と北口があり。 このうち北口は2011年3月29日に設置された。駅舎とホームを連絡する通路は2カ所で、宮前大螺方の通路は階段に加えて、古線橋から上半分のみ、上りエスカレーターが設置されている。多摩プラザ側の通路には、階段はなく、上下エスカレーターとエレベーターのみ設置されている。また、北口は多摩プラザ方の通路にのみ接続している。 以前は、宮前平方の通路のみであり、また古戦橋からホームへは両側に階段が設置されて、いたが、当駅のバリアフリー対応に際して、玉プラザ側の新通路が設置された。トイレは、宮前平方通路上と、多機能トイレが正面口改札前に設置されている。当駅の宮前平駅方に、田園都市線の両側に車庫が広がる。車庫は、 勾配の途中に立地するため、当駅に近い側が、地上、宮前平駅方は、高架となっている。当駅から、田園都市線は、宮前平駅まで両側を、車庫の高架に挟まれた、急な勾配を下っていく。車庫を併設するため、浅間は上下ともに、始発列車が数本設定されており、早朝の上りには、渋谷方面だけでなく大井町線への、 直通始発列車も存在する。東京メトロの車両には、平日朝ラッシュ事故には入庫のために、渋谷方面からの当駅終着の列車が設定されている。夕方から深夜にかけては、大井町線からの下り当たり駅止まりの列車が設定されている。田園都市線渋谷方面の始発列車は主に3番線を使用し、終着列車は1番線を使用する。 大井町線直通の始発列車は、主に4番線から発車し、終着列車は2番線に到着する。朝は当駅始発の各駅停車が数本、設定されている。かつては、当駅始発の急行が、朝の再混雑時に3本設定されていたが、当駅までの区間で混雑が、すでに激しく輸送力の増強が望まれたため、長津田始発に変更された。以前は、 東京メトロ、詐欺沼建築から3番線へ直接出庫することが不可能であり、上り始発列車が駅に入線する際にはスイッチバックが必要であった。ダイヤ上の制約になっていたため、3番線に直接出庫するための分岐器が後になって設けられた。大井町線からの当駅終着電車は降り2番線に到着し、車庫へは上り本線をまたぐようにして入庫する。 東京メトロの車庫を有するため、車両交換を行うことがある。車庫から直接4番線に出庫させることはできないため、車庫から一度1番線に入線し、宮前平川本線を経由して、スイッチバックを行い、4番線に入線する。2020年度の1日平均乗降人員は46,287人で、ある。近年の1日平均乗車人員推移は、 下記の通り。川崎市宮前区の商業の中心だが、区役所は隣の宮前平駅が最寄りである。蒸気以外にも、渋谷駅からのシニア急行バス、ミッドナイトアローが乗り入れているが、校舎扱いのみで、青葉台駅方面への乗車はできない。ありがとうございます。